県は先月16日から30日まで高速バスを除く県内すべての乗り合いバス事業者35社を対象に電子メールやヒアリングで調査を行いましたその結果去年10月1日時点の運行便数がおよそ3万1900便なのに対し先月16日時点ではおよそ3万便と 1900便ほど減便,となりました減便の理由について労働時間の規制が強化されたいわゆる2024年問題の影響による運転手不足を上げる声が全体の8割に上ったということです。